はい、どうも、こみです。さて、本日は関西クラクラクラブからお届けいたします。今回ですね、見てほしいアタックの前に、ちょっとね、面白いイベントをクラウン内でやってました。関東クラクラクラブ対関西クラクラクラブっていうことで、西組、東組に分かれて、勝負したんですね。もう今ね、実は関西クラクラクラブっていう名前ながら、半分以上の方はね、西側じゃないんですよね。僕含めて海外の方もいれば、あと、関東だったり、東側に住んでる方も結構多いんですね。で、二つに割ってタウンホール14の、フレセンやったんですけども、関東側が勝ちましたね。これはなんか複雑な気持ちではありますけど、今日はそのね、イベントの、フレセンの中から、スマッシュっていう戦術、要は、オデヒーから入っていって、ペッカスパビズだったり、あとはスーパーボーラーだったり、あとはイエティペッカなんていうのもありますね。こういったユニットたちにヒーラーをスイッチさせていって、一気に、レイジヒーラーを活用しながらユニットのパワーで押し切っていくっていう戦術、これスマッシュって一般的に呼ぶんですけども、これね、形は作れてるんだけどなんか全開までいかないなって人結構多いんじゃないかと思うんですよね。で、そういう人向けにちょっとですね、僕が今回このフレ戦でもう本当にね、心の奥の方まで染み込んだ大反省を共有したいと思います。ぜひ聞いていってください。はい、で、まずね、スマッシュの一本リプレイ見てほしいんですけども、これ自分の成功例ですね。ちょっと話変わりますけど、スーパーボールブレーカー使わなくてもいいよね。こうね、壁の隙間が空いてるような配置の場合っていうのは、自分結構ですね、スーパーウィザードとスーパーボーラー混ぜたりします。そうすると結構突破力があるんですよね。イエティじゃないわ、スーパーボーラーのその陸の防衛だったり、相手のヒーローだったりに対する一撃の突破力と、あと、ラバハウンドとか、スケルトントラップとかが出てきた場合に、そいつらを一掃してくれるスーパーウィザードの、突破力。この2個がうまいこと噛み合うので、結構ね、もうこの攻め方やってる人も世界中にいるんですけども、スーパーボールベーカー使わなくてもいいよっていう場合には、ぜひね、おすすめなスマッシュの形かなというふうに思います。で、今回ね、見てほしいのは、この突破力も見ていただきたいところではあるんですけども、それよりも、どちらかというとヒーラーのスイッチの方を見てください。今これ、グランドウォーデンが体力減ってますよね。でもここで、ペッカとスーパーボーラー、さらにスーパーウィザードを出していきます。アーチャークイーンも出していって、フリーズ効果でアイゴレが、周りの防衛を固めている間に、グランドウォーデンの体力が満タンになったので、これでボーラーにスイッチしましたね。さらにボーラーにスイッチしながら、ボーラーの体力を満タンまで回復したヒーラーが、ここでトームを使うことによって、ボーラーの体力が満タンで、さらに、そいつらが次前線でダメージを負ったペッカに移っていきます。このね、今の、グランドウォーデン、ボーラー、ペッカっていう順番で、ユニットにターゲットを移すこのヒーラーの動き、これがね、ポイントです。で、前線にいるペッカが、これほら、またグリーンゲージのペッカが1体いるじゃないですか。で、こういう風にちゃんと前衛のね、ユニットに棒、ターゲットが移ってくれること、これがすごく重要です。で、これを、拒んでしまうようなユニットの出し方っていうのがあるんですね。それを今日はお話ししたいという風に思います。こういう感じで前線にいるペッカとかに最後ヒーラーがスイッチしたら、もうこいつらは止まんないですね。めちゃくちゃ伸びます。で、見ての通り、最後までね、今爆破ダメージとかで消えちゃいましたけども、タウンホールを壊すところまでボーラーとスーパーウィザードが残ってたじゃないですか。これはペッカがしっかり体力回復してもらって前衛で張ってくれてる、おかげに他ならないですね。で、こんな感じで、スマッシュが決まると、もう奥側の、防衛まで全部壊してユニットがこう突き抜けてくれるんで、そのまんまあと前回まで持っていけるというところになります。でですね、じゃあこれが失敗に終わっちゃうケースってどんな場合なのっていうところをね、ぜひ見てほしいので、そちらの方がどっちかっていうと今日のメインかもしれないですね。僕の痛々しい失敗をぜひ見てください。はい、ですね、これはなぞりで言ったつもりなんですけども、なぞりっていうかね、なんだけども、その前の人の攻めよりもパーセンテージが低くて、こうやって見るしかないっていうね、この悲しいアタックです。どんな風に行くかっていうと、ここまでグランドボーデンで削るんですね。で、クイヒーここで挟みます。ちょっとだけプチクイヒー挟んでから、ここに、ペッカボーラースーパーウィザードをこんな感じでガーンと流し込んでいきます。そんな感じなんですけども、タッキのパターンっていうのは、ヒーラーがグランドボーデン、スーパーボーラー、ペッカっていう風に、ペッカに行くまでに、スーパーボーラーだけを経由したんですね。でも今回のアタックになると、アーチャークイーンがそこに入っちゃってるもんだから、アーチャークイーン、ボーラー、ペッカっていう風に行っちゃうんですよ。これはなんでかっていうと、
ユニットのコストの問題で、ボーラーがダメージ受けた場合って、真っ先に一番コストが大きいボーラーをヒーラー回復させようとするんですね。これが問題。で、さらにこれですね、見てほしいのは、アーチャークイーンの体力がこれ今減ってますよね。グランドボールの体力も減ってます。でも、今ついてるウォーデンが全開しないから、まだヒーラー数値しないんですね。で、そうこうしてるうちに、アーチャークイーンの体力結構半分ぐらいまで減っちゃって、ここで、ニットがこう合流するんですけど、これ見てください。これね、アチャクイの体力が減ったまんまだからずっとヒーラーアチャクイについてるんですね。で、ここでトームを使っていきます。トームを使っていくんだけども、前線に張っているボーラーとかの体力が減っちゃいないんですね。減っちゃいないから、そこにヒーラーがつかないんですよ。で、さらにつかないもんだからずっとアチャクイン回復続けて、これ見てください。こっちにいるボーラーとかペッカがもうやられちゃったんですね。でもヒーラーは未だにずっとアチャクイだけを回復している。で、真ん中でユニットが全部溶けて、まあっさりこれは負けパターンってことになります。見るも無残すいません、見るも無残ですよね、この状況。アチャクイは確かに生きているけど、もうペッカもボーラーもスパビズも全部いなくなっちゃったっていう。これペッカにヒーラーがスイッチしないとこうなってしまうのが、まあ、このスマッシュの怖いところで、で、まあ、そうさせてしまった理由は、中途半端にここでクイヒー挟んじゃったからなんですね。ここでこれやらずに、アーチャークイーンの体力を減らすんじゃなくて、ペッカの体力を先に減らすような形にしておけばよくって、今回ヒーラーをね、グランドボーデンこっちにつけて、ヒーラーをこの辺につけて、で、こっからペッカをね、こう出してあげるような感じの流れにしていけば、こういう風にね、ヒーラーまあスムーズにペッカにこうスイッチしたはずなんですね。で、こういうところですね、ヒーラーがスイッチするまでのユニットの距離っていうのが長かったり、あとそこに至るまでに、今回で言えばアーチャークイーン、ボーラー、ペッカっていう風に、2つユニットを挟んでしまったんで、まあ、それがペッカまでスイッチせずに、ヒーラーが足目食らっちゃった原因ですね。当然ながら挟めば挟むほど、ヒーラーは前に出にくくなりますんで、ちゃんとね、つけたいユニットにヒーラーがスムーズにつくように、無駄なユニットのダメージっていうのは、控えていくべきです。なのでちょっとね、クイヒーするぐらいはいいんですよ。グランドウォーデンを出して、おでひで削ってから、一瞬クイーン出して、グランドウォーデン釣ってからペッカーすぐ出すとか、そういうのはいいんだけど、今の僕の攻めみたいに、ちょっと色気づいて、ペッカーにね、スイッチするまでのヒーラーの距離長いのに、クイヒー挟んじゃうとか、こういうことをすると良くないので、きっちり、スマッシュやる場合には、ヒーラーがもう主力のペッカー、ここにちゃんとスイッチするように、ユニットのね、出し方っていうのを考えて、行くべきです。めちゃくちゃこれは気をつけた方がいいと思います。で、最後もう一本だけリプレイ見てもらいたいと思います。これね、今回の本数人はちょっとずれちゃうんですけども、最近僕がね注目しているバルキリー混ぜのペッカスパビズですね。で、これね、トミーさんが開発して結構強いので、ぜひ見ていってもらいたいんですけどもね。これちなみに先言っておくと、ヒーラースイッチしないんですね。ミスっちゃってます。僕と同じような失敗をして、クイーンにずっとヒーラーがついちゃってるんですよ。まあ、そこのね、ヒーラーの動きも見てほしいんですけど、まあ、それと同時に、ペッカスパビズにバルキリー混ぜた場合の破壊力もぜひ見てください。同時にですね。これね、バルキリーが最前線で、ペッカが中盤、スーパーウィザードが後衛っていう形に になるんですね。で、トームをかけたバルキリーがレイジに乗った時の破壊力って、まあ皆さん、イメージがつくと思うんですけど、ものすごいスピードで一気に防衛壊すんですよ。で、それが、ヒーラーがついてなくても、もうとんでもない勢いで、中央部分の防衛荒らしまくってくれて、で、本来スマッシュとしては失敗の形なんだけど、前回まで持ってっちゃうっていうね、そういう恐ろしい、破壊力持った攻めです。さらに、全開速度がすごい速いんですね、これ。バルキリーのスピードがあるから。さあ、ここ、ね、見てください。アーチャークイーンの体力が半分ぐらいまで減ってますね。で、さらにペッカとバルキリーが出てきた場所がこっちなんですね。ヒーラーここにいるのにすんごい遠いんですよ、ここ。距離があるんですね。なので、ペッカスパビズにこれね、ヒーラーが全然スイッチしません。まだアーチャークイーン回復していて、次はなんかスーパー、ウィザードを回復し始めてみたいな感じ。で、また今度ヒーラーがクイーンに戻ってって感じですよね。これ延々にペッカにつかないんですけど、こういう風にやっぱね、距離も出してるとダメですね。中継ユニットが多ければ多いほど、そこでダメージ食らったのを回復するまでヒーラー動かなくなっちゃうんで、ただ、バルキリーたちの仕事がすごすぎたんで、まだこれスーパーウィザードが中央部分これ残ってるんですよ。こういう風に。わかりますかね、これ。これ。なので、こいつらと、さらにアーチャークイーンが後ろで体力満タンで残っていて、グランドウォーデンでぐるっと回収決めて、全開まで持っていけるってことです。なんでね、このヒーラーがつかなくても、全開まで持っていってしまう、この、
バルキーペッカスパビスの威力、ちょっとこれねヒーラーじゃなくてどうなんだろうな、なんか別のユニットとか使ったらヒーラーの代わりにホグライダーとかだったら意外にこれ強いんじゃないかなとね、少しまあいろいろ攻め方を考えついてしまうような面白い編成ですよね。はい、まあ、ただまあこれの破壊力を見てもらいながら同時にヒーラーがスイッチしないね形っていうのもどう、見てほしかったんでこの、ね、アタックを取り上げましたというところですね。まあ最後まとめますと、ヒーラーがスイッチするための条件というのは3つあります。3つ、1つはユニットコスト、ヒーラーはユニットコストが大きい方に優先してつきます。だけども2つ目、ダメージを負っているかどうか、これすごく重要で、ダメージを負ってないユニットにはいくらコストがでかいのが目の前にいてもヒーラーはスイッチしません。で3つ目、これ超大事なことですけども、ヒーラーは動いた時にターゲットを変えます。なので、アーチャークイーンがずっとここに立ち止まってヒーラーも立ち止まってっていう状態、例えばねなった場合に、アチャクイが、体力満タンになっていても、ヒーラーが一歩もその場を、アチャクイが動かなければヒーラー動かないじゃないですか。動かなければ目の前に瀕死のペッカがいても、ボーラーがスーパーボーラーがいても、そっちに、ヒーラースイッチしないんですね。なんで、ちゃんと序盤にこうスイッチさせておかないと、僕の1本目あと2本目かなのリプレイみたいに、目の前にダメージを負ったボーラーとかペッカがいるのに、ずっと永遠にね、アチャクイが動いてくんないから、アチャクイが全開になってるのに回復し続けて、ペカとボーラだけどんどん前行っちゃうみたいな、そういうパターンが起こりえますから、マジで、中継ユニットは少なくした方がいいです。した方がよくって、今言った3つの条件っていうのをちゃんと満たすように、ダメージをね、前衛のユニットにあえて与えるぐらいの気持ちで、ヒーラーがスムーズにスイッチするような、後衛ユニットにダメージがあんまり入んないようにね、設計していくと、このスマッシュっていう戦術結構うまく決まることが多いので、ぜひね、僕の反省皆さんも参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はスマッシュを成功させるためのヒーラースイッチのポイントというところをねお話をさせていただきました。どうでしたでしょうか。こんな形でですね、僕のチャンネルクラン対戦の解説の動画中心にやってます。まあ、タウンホール14でしたけども、12から14まで幅広くこう、タウンホールで扱っておりますので、これからもですね、ぜひご視聴いただきたいというふうに思いますし、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。